唐桑町は、宮城県元吉郡北東部に、かつて存在した町。2006年3月31日、気仙沼市との新設合併により、新生気仙沼市となり、旧町域の住所にその名を残す。太平洋に面し、三陸海岸の中ほど、複雑な海岸線に富む唐桑半島上にあり、漁業を主な産業とする。 岩手県陸前高田市との県境の町でもあった。三陸海岸の唐桑半島が町の大部分を占める。町の北部は陸前高田市に接し、広田湾の西側に位置する。南部は唐桑半島の先端部であり、気仙沼湾に通じる。西部は気仙沼市に属する大島の対岸であり、町の西境は大島と本州の間に。 大島瀬戸と呼ばれる海峡部に終わる。唐桑半島は北上三景の延長にあり、北西より南東へ細長く海に突き出している。河口岩室で海岸部には大理石浜と言われる部分もある。海岸部では山が海に迫って狭く岩礁や小島、岬に富む。尾根部は北部からだんだんに標高を減じ、太平洋に没し,して終わる。 1964年6月1日、陸中海岸国立公園に編入され、1971年1月には海中公園にも指定された。町内には漁港16港を有する。大島と向かう海岸部を99なる浜と称し、230メートルに渡って成り砂の砂浜が広がる。これは河口岩室の砂岩による石への多い砂が音と 発するものである。リアス式海岸のため津波の波行が高くなりやすく、有史以来、たびたび津波の記録がある。近代の唐桑村、唐桑町は、1896年の明治三陸、津波、1960年の地理地震津波でそれぞれ大きな被害を受けた。唐桑半島の中央に位置するのが、早馬山。町内最高点は、 陸前高田市との境、標高520メートルの笹長目山である。唐桑の名は、道の区国気仙軍カラ唐桑として、古代から使われていた。伝承によれば、この名は唐からの船が南線し、その積みに出会った桑に由来する。桑が植えられて広まったからとも、船が沈没して、航海の触りになったからともいい、伝承に移動がある。 俗日本気に書出し、七百年映像が海産物を、朝廷に献上したとされる。なら朝から次第に和人の移住がなされ、平安時代に入ると、土着した諏訪源氏にちなみ、諏訪僧とも言われるようになる。欧州藤原氏滅亡の後、源頼朝が、欧州奉行に、河西三郎清重を任じると、唐桑は、河西氏の老党安倍氏の領するところとなり、北立て。 南館の二条が置かれた。以後四百年安倍氏の支配が続いたが、河西氏が豊臣秀吉に滅ぼされて終わった。関ヶ原の戦いの後、伊達政宗の仙台藩の一部となり、以後伊達氏を領主として幕末まで至った。1868年道の区国が分割されると、陸前国も豊志軍の一部となった。仙台伊達氏は、母親戦争の処罰として、 領地を失ったが、唐桑はこれに含まれ、高崎藩取締地とされた。1869年廃藩地県により、物受けに属した。後石巻県、留県、一の関県と貴族が変転し、1871年12月13日水弱県の一部となった。1874年11月23日、岩井県に属し、 翌1875年宮城県が成立すると、その一部となる。唐桑、小原木野に村があったが、1889年の町村政志向に際し、両村は合併して、唐桑村となった。1955年2月11日、調整が施行され唐桑町となる。2003年2月より、気仙沼市、元吉町。 唐桑町は合併協議会設置準備会、5月には合併協議会を設け、合併に向けた協議を続けた。2004年11月までに決定されたところによれば、合併は一市二町を廃止し、新たに一市を区新設合併であり、合併期日は2005年3月31日である。合併後の名称はすでに公募され、気仙沼市と内定している。しかし、 その後も豊市町議会において、合併関連議案が否決され、合併協議会から離脱、気仙沼市と唐桑町の一市,市一町での合併となった。合併の期日は2006年3月31日と決定した。沿洋漁業に力を入れた草分け的存在であり、現在も漁業を産業の中心とする。また自然を生かした観光業も行われている。 他には、水産加工業なども行われている。かつて、栄養マグロ漁が最盛期を迎えていた頃は、カラクワ御殿と呼ばれる、高層な入りもや作りの家屋が競うように建てられた。1896年の明治三陸地震や1960年、チリ地震による津波で被害を受けた土地柄を反映し、カラクワ半島ビジターセンターには日本で唯一、 津波の疑似体験が可能な津波体験館施設が併設されている。過疎化が進み、人口は減少傾向にある。2000年10月1日の国勢調査時は人口8841人であったが、2004年9月30日の人口は8514人である。世帯数は2252世帯。高等教育機関を呼び、 後期中等教育機関は町内にない。町立中学校2校、小学校3校がある。自動車が主な広域移動手段であり、隣接する漁師へ国道45号が通じている。気仙沼へ出る道はかつては、峠越えか海岸沿いの湾曲した道であったが、現在は国道45号のただ越峠下に、唐桑トンネルが開通している。公共交通機関としては、 気仙沼駅からバスがあり、45分ほどで町の南端部へ通じる。町内に鉄道はない。大船渡線が唐桑半島の西側を走り、気仙沼市に位置する鹿織、唐桑駅と陸前高田市の陸前高田駅が最寄り駅となる。ありがとうございます。